ここ4試合勝利がなく足踏み状態の徳島、3試合ぶりのホームで勝利をサポーターに届けられるでしょうか。2019明治安田生命 J2 リーグ第17節徳島ヴォルティス対 FC 町田ゼルビアの模様をお送りします。ホームの徳島は青のシャツ、そしてアウェーの町田は白のシャツです。では両チームのスタメン、フォーメーションで改めて見ていきましょう。徳島は前節から2人メンバーが変わりました。今日は4バックと予想しました。そして4バックのところ、今日はセンターバックに秋山が移籍後初出場、初スタメン、そして石井が同じセンターバックに入るんですが2試合ぶりのスタメンということになりました。一方アウェーの町田のスタメンです。前節から2人変わっています。ジョン・チュン軍に代わって今日はフォワードのところに中島が入りました。前節の栃木戦、試合終了間際に足を負傷したロメロ・フランク、今日は帯同していませんで代わりに土井が入って右サイド、そして右サイドに前節入っていました森村が今日はボランチに入るというふうに予想しています。個人この力で剥がしにかかりましたけどね、まあ、町田やらせませんね。そうですね、本当に人数がたくさんいて、サポートシュートを狙っていった、野村の思い切りのいいシュートです。ロングシュートを打っていきました。いやすごくね、意外性のあるシュートでしたね。そうですね、シュートキーパー見ましたからね、はい、町田のチャンスになります。この位置からだと土井でしょうか。あ、森村が蹴りました。あ、いいボールだ、宮のボールパンチングしました。さあその後戻します、シュートはブロック、森村からのボール、これいいボールでしたね。いいボールでしたね。さあ細かいところつないでいきます、富樫、富樫シュート、いや完璧ですよね、崩しは完璧。ここまで3ゴール上げている富樫、シュートフェイントで相手を完全に裏取りましたからね、はい、あとはシュートだけというところですけどね。そうですね、この辺も回収しますね。ファーサイドシュート、そのまま吸い込まれていきます。あ、しかしオフサイドですね、オフサイドという判定でした。徳島助かりましたね、土井、がオフサイド、はい、前に出てましたね。岩尾が回収、そして野村、はい、どこ出ましたよ、サイド出た、空いている、杉本打てるか、シュート、杉本のシュートは惜しくも右。いや野村いいところ見ましたよね、その前のプレーということですね、野村そして杉本。さあ徳島ここは一気に速い攻撃をしていきたいところです。岸本、そして内田、中へのボール、ここも奪い合いです。さあ中盤奪ってシュート、野村です。いやー惜しかった、高い位置で奪った野村、右足を振り抜きましたがわずかに右でした。さあ町田チャンスシュート、サイドネットです。途中から入ったジョン・チュン軍、いや迫力あるエリアの中の駆け引きでしたね。さあスペースで川田へ出た、いいボールが出た。さあここは勝負していく川田、仕掛けていくシュート、いや素晴らしい川田です。手元の時計で後半の30分でした。まあ素晴らしいです ね、 そうですね、角度もそんなないんですけど、はい、まあ、思い切って振り抜きましたね。起用に応えた川田、今シーズンの初ゴール、移籍後初ゴールです。さあ徳島ドリブルで上がっていく、こぼれ球に対して、さあ
空いたシュート、決定的でした。変わった2点目はなりません。こぼれ球詰めてのシュート、いやーギリギリのところうまく上げましたけど ね、 そうですね。さあ町田はコーナーキック、キッカー森村、いや中央へのボール、こぼれたところもう一度詰めます。シュートは打たせませんでした。うん、ここは徳島よく守りました。よく守りましたね、完全にやられてましたね、まだある、ここも拾ってきますね。佐野です、速いボールを入れていった。奥山のボールを掴んだところで徳島5試合ぶりの勝利です。川田の決勝ゴール、移籍後初ゴール、この1点を守りきりました。ホームの徳島勝ちました1対0。